バッグのセレクトショップダンジョーの富田です。今日私が買ってるこちらのオルセットのバッグのご紹介をしたいと思います。実際この春夏に買って使ってる商品で見ていただくと最初に入っていた時にまずこのサイズ感とこのコロンとした形に一目惚れして即買いしました。で手で持っていただいてもこういう感じでワンピースと合わせようかなと思って買った商品なので、このサイズ感とこの手に持った時の可愛らしさがすごく魅力で、丸みがこうあってぐるっと回すと分かるんですけど、とてもちっちゃいんですけどマチが結構あるんでたくさん物が入って、しかもハンドルとショルダーがつくんで手で持ってもこうやって斜めにかけてもとっても可愛いです。後ろに回してもいいですし前で持ってもバランス感がとってもちょうどいい今っぽいサイズ感になってます。でショルダーとかも一応取り外しはできるんですけど、私はつけたままで使うのがいいかなと思ってこうやって愛用してます。それでは今使ってるバッグの中身も紹介していきたいと思います。先ほども言ったようにコロンとしてて小さめなんですけど、意外とマチがこういう感じでしっかりとあって底描もつくので汚れもつきにくい仕様になっていて、置いた時にも自立します。こういう感じで倒れません。これがすごく魅力的で、中身も結構使いやすいようになっているので開けていきたいと思います。まずこの前の部分にオルセットっていうロゴが入るんですけど、見えますかね。こういう感じで金のロゴが入ってます。ちっちゃくって分かりづらいんですけど、これぐらいの方が上品さがあってさすがオルセットっていうロゴの刻印の仕方なんですけど、後ろの背面にスマホの入るポケットがありまして、こちらにスマホを収納しておくと取り出しがとてもスムーズです。こういう感じで取り出しができます。でまずスマホが入ってます。で次に巾着の仕様になっているので、ここを閉じとくと中身が出ないんですけど、もう開閉もスムーズなのでこうスパッと開けていただくと、まず本当は長財布入れない財布大きさらしいんですけど、私は長財布スリムなんで入れてます。入れても口が全然閉じれるので、まあ、ギリギリ見えない感じで使ってます。長財布です。そしてポーチ、これぐらいのサイズのポーチは入ります。で今の時期なんでウェットティッシュとこういうアルコール消毒液とリップとか小物入れてるこういうカンカンと車の鍵と家の鍵が入ってこういう感じで持つとすごい量なんですが、これぐらい入って全然綺麗に収まります。次に中なんですけど、巾着部分は麻の生地になっていて、中は黒のコットン地の裏地になります。で1箇所オープンポケットがあるので、ここにちょっと小物とか挟んだりできるようにはなってます。で外の仕様なんですけど、ハンドルにこういう金具が取り外し金具がついてるので、邪魔なら取っていただくこともできます。このナスカンっていう金具なので簡単に取り外しができます。でショルダーの方もこうやって差し込み式の金具なので、こちらも邪魔なら取ってハンドルの状態だけでも使っていただけますし、ショルダーだけの状態でも使える、そういう使い方によってこうハンドルの取り外しができるところとかも非常に、日本のブランドなので優れてるなっていう感じですね。と仕様の説明もしたんですけど、素材感もとってもおしゃれで、黒子の型押しのデザインにはなってるんですけど、ちょっとこう艶出しがしてあるので、こう白の黒子の型押しにちょっとガラスレーザーっぽいような艶出し加工で非常に上品で、あと汚れがつきにくい素材になってます。この白っていうところが夏らしいので、今年の夏にはぜひこちらを使いたいなと思って買ったんですけど、現在はすでに完売している状況でして、ありがたいことながらこちらはもうちょっと手に入らない商品にはなるんですけども、オルセットっていうブランドが非常に今うちのお店では売れてるブランドなので、ぜひ紹介したいなということで今使ってるバッグを持ってきてみました。でちなみに今うちでオルセットのブランドで非常に好評なのはこちらのナイロンのショルダーの方なので、お色は黒とかもあるんですけど、ちょっと分かりづらいかな、こういう感じの大きめのナイロントートでデザインがとにかく可愛いです。ナイロン素材にハンドルがこう革のタイプでついてるんですけど、階層のショルダーがつくっていうところが非常におしゃれで、カジュアルな感じを出しつつこの上品さが出るようにパイソンのショルダーを使ってるところが非常に上手で、まあ、有名なシルクショップさんとかでも非常に入ってくるとすぐ完売している状況で、結構問い合わせもお店の方にもいただいたりしてるバッグになってます。こちらも絶賛販売中なんですけど、このかけた時のサイズ感が分かりますかね、とっても可愛いので、斜め掛けしていただくとちょっと短めなんですけど、後ろにこう回した時にこうかけれるっていうのが、このバランス感がすごくおしゃれです。手で持ってもいいし肩にもかけれてとっても軽くて、今の梅雨時期にすごくぴったりです。濡れても少々大丈夫なので気にせず毎日使っていただけるっていうのもいいですし、 A4 ファイルとか、あと折りたたみ傘、ペットボトルとかも余裕で入ります。こちらの方はまだ販売中で、オルセットナイロンストラップショルダーで検索していただくとすぐ楽天の方とかでも購入いただけるので、まあ、実際サイトとかここでも購入いただけるようになっているので、ぜひ検索してみていただければいいかなと思います。今日のバッグがいいなと思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。今日のバッグの紹介でした。以上です。ご視聴ありがとうございました。